じゃあ YouTube でご覧の皆さんもよろしくお願いします。はい、バッカナルで、3曲ほど、池田に向けてお届けします。
かったぜ。16歳で免許を取って、それからずっと乗っているんだ。通勤時間帯の車の信号待ちの隙間を縫って、マフラーをなびかせながらかっこよくすり抜けていくんだ。スーパーバイクの通りだ。ギアは4段式でノークラッチで変えられるよ。
ありがとうございました。新ライブは終わります。ありがとうございました。ご覧いただいた皆様、はい、ではまたリアルでお会いしましょういつか、はい、おやすみなさい。